こんにちは、ベンジです。サイレン2の続きをやっていきます。前回終わってから終了条件2をやるためのためにいろんな人のをやっていったらアーカイブが溜まったんで、まずアーカイブから見ていきましょう。まず五木くんの最初のあのチュートリアルのとこですね。ここで亀ゼリーラーメンなんか気持ち悪いもの、四海地方限定で緑亀食品から発売されたカップ麺、トッピングに亀ゼリーをふんだんにあしらい、一口で10日若返ると奇跡的な美容効果が評判を呼んだ。一時は全国展開までこぎつけたが、亀ゼリーラーメン愛好者たちが海に帰りたいなど意味不明の言葉を口走り失踪する怪事件が多発。その怪事件を引き金に亀ゼリーラーメンは回収騒動、一時販売中止へと追い込まれた。膨大な負債により生産ラインは縮小、ブランド力失墜と相まって全国展開そのものが見直しとなったが、現在でも至高のご当地カップ麺と評価する声も多く、常時品薄のため美容にこだわる主婦の間では激しい争奪戦が繰り広げられている。失踪したテレビレポーター美浜直子がアイドル時代に出演した CM は現在でも一部地域でのみ放映中。美浜直子じゃん、あの前作で出てきたアイドルですね。アイドルから、レポーターになった人。はい、じゃあ CM 見ましょう。美浜直子出てくるんじゃない黄昏の時間を彩るちょっとした贅沢、コラーゲン無限大亀ゼリーラーメン緑亀食品。なるほど、美浜直子だった。でそれ同じところで週刊カストレを撮りました見たことある絵だな。梅津和夫かな。知るだけ無駄なびっくりニュースてんこ盛り、脳も解ける脱力ニュースマガジン週刊カストリー139号。呪われた島、闇島。闇島にまつわる謎を徹底解明。全島民消失事件、海底ケーブル切断事件、ブライトウィンゴー消失事件、闇島ウーマの存在、忌み島、読み島と呼ばれる近畿の島に本市が潜入、取材協力都市伝説調査隊。あ、このしびと .com っていうところを開けば多分、あ、前作でもう見たサイトかな。なんか闇島のこともなんか書いてあったような気がする。まあここ見てみれば多分見れると思います。あの頭に http://って入れてくださいね。でこれは藤田茂じゃなくて、これも五木守が金鉱採掘所で見つけたものです。藤田茂の警察手帳、巡査部長だって。昭和26年単身闇島を出る、翌年母死亡。昭和45年闇島港を閉鎖、同年父死亡。以後闇島に戻らず。昭和50年闇島小中学校全焼。昭和51年海底ケーブル切断による大規模な停電、闇島島民消失事件。安全面の問題から闇島上陸禁止に。昭和61年島に若い女の姿を見たと漁師たちの噂、調べてみる必要あり。なるほど、闇島を調べてる警官なんだな。それで、あ、一回セーブします。はい、セーブしました。それですごいことが分かっちゃいました。もうこれ以上分かんねえってなってから気づいたんですけど、これでここ出てないじゃないですか。それがね、これ始めるってやって終了条件2ってやるとこれ選べるんですよ無駄に探してた。このスラッシュになってるやつは、このスラッシュでなってる、これと、これかな?これはもう終了条件にできるんですよ。そういうことだったんだな。はい。じゃあ、藤田茂の終了条件にやっていきましょう。最初の映像一緒かな?至急、離島04から県警。あ、一緒だな。離島04。
はい、飛ばします。さあ収容条件にはフェリーの発見。フェリー、探し物がどこにあるかわからないときは入っていない部屋を探して中をくまなく散策してみましょう。高台に登ることで遠方を見渡すことができます。これは予想以上に厄介だ。まずは詰所で懐中電灯をもらおう。懐中電灯ないとあいつらに勝てないからな。あれ、ここじゃなかったっけ。あ、ここだ。オーケー。あ、詰所の鍵と懐中電灯。あ、違うわ。詰所に行って取るんだったか。詰所どこだ。下か。下だ。フェリー、こんなところでフェリー。まあ高いとこから見ろって言ってるから上行くんだろうな。うっと、うっと、ここだっけ。 OK。 まずは懐中電灯ゲット。この指示はちゃんと終了条件2の指示になってるんだろうか。なってなさそうな気がする。あ、ここ登れない。登れるとこあったよね。こっちかな。もういろいろ探すのに結構やったんで、操作はもう結構慣れたもんですよ。ジャンプ、うん、ここ行ってないよね。いつきくんでここ探したら、ああ鍵かかってる。うっそ。ここに藤田くんの警察手帳があったんですよ。高台から見渡せっていうとここ一番高いと思うんだけど。フェリーらしきもある。ないよ。森だよ。入れるところは今全部入ったからこっちだろうな。はい、飛ばします。この先だよね。ここかな。とりあえずこことここしか入るとこないもんね。もうどっか見逃してない。うん、物置？物置どこ？あ、そこが物置か。で、ここの地図の下のところに、他シナリオのための必要行動、物置でアイテムを入手って書いてるんですよ。これは、終了条件1の時にやりましたよね。だから灰色になってんのかな？ここにね、他の人のやつがある時は、書いてあるんですよ。インクライン制御室の鍵を入手。それちょっと変わってるかも。しねい。ほら。逃がさんぞ。逃げられた。うわ。やろう。死んだか。よし。鍵？ここはもういいはず。あ、拾う。
あ、針金編ね。これが誰かの終了条件だったよね。矢倉一子、まだ出てきてない人だよね。これはもう前回やってるからいいんですよ。うわ、えい、よし、勝負です。くれくれ、え、ダメ、よし、右スティックも駆使して OK じゃない、ここ入ろう。うわ、上から落ちてきた。はい、よいしょ、この中でもいい、よいしょ、あ、いなくなった。え、入ってくるな、こいつら。ここなんもない？あ、なんかあった。あ、来た、インクライン制御室で、フェリーの発見。あ、ちゃんとあれだね、終了条件2の指示になってるね。あ、上か、オッケー、もういい、走り抜ける。ちょっとちょっと勘弁してくれ。いいな、よし、行こう。上から落ちてくるの厄介だよな。よし、いないいないいない。これでさっきのとこまで行こう。たまにこうやって止まってんのはあのスタミナ回復のためです。あれ、行こうか。確か1の時は1回ピタッて止まればそれでスタミナ全回復したと思うんですよ。2でもそうなのかどうか分かんないけど、スタミナ切れちゃうと結構長いこと切れてるんでね、なるべく避けたい、うん、よし、ここか。なに、ここにフェリーがある。フェリー、このさらに上ね、なんかないかだけは見るか。ああ、そうか、ここが一番上だな。ここに手帳が落ちてたんだよ。はい、窓からフェリーを見るのかな。あれはなんだ。また余計なことに頭突っ込んじまう気かよ。俺も懲りねえな。やっぱこの人好きだわ。司会新聞、あ、司会っていうのは多分四国のことだろうな。お、岸田由里、うわっ。あ、フェリーか。誰？ほほー。はい、セーブします。あ、ついに出てきた、矢倉一子。え、続けてやろうか。はい、行きます。はい、ブライトウィン、船じゃん、貨物室、中学生かな、高校生かな。コスプレかな。中島くん、のりこ、みんなどこ。原始できるんだ。
何これ、やだ、わかんない。三浦石子の生徒手帳。全部甲板への脱出。視界チャックをうまく使い、敵に見つからないように行動しましょう。走ると大きな音を立ててしまい、見つかりやすくなります。敵のそばを通るような場合はしゃがんで移動しましょう。私、どうして階層が多い。ライトは持ってない。地下1階にいる。ここ地下3階？地下じゃねえのかな。 B3 室か。攻撃は？あ、地下3階だわ、やっぱり。乗ってこねえだろ。こいつは地下1階。地下1階。今んとこ見てもあんまよくわかんねえな。さあ、あ、地下1階を押すって書いてた。え、やべ、行っちゃうじゃん。地下1階と地下3階しか行けないのか。こんな狭いとこ、ここさっきシビトが通ってたとこだな。で、下行ったよね、今。じゃあ上行く？デッキブラシ武器かな。あれ取るのかな。めっちゃ笑ってんじゃん。え、やべ、うわ、撃たれた。あー、ちょっと、よし、うわおめえか、こらやべえ、厳しいね。こっち、よし、はあ、こいつ見とこう。よし、見失った。そっちにしか行けないんだから、よし、とりあえず降りよう。うん、そっち行って。右行かねえかな。ああ、そっち行くか、やっぱり。地下の方に。お？フェイント。まっすぐ、まっすぐ行け、まっすぐ行け、行く、まっすぐ行って、頼む。いやー、頼む。うわー、こっち、え、見た、もういないよ。で、緑の十字があるってことは仲間がいるんじゃねえかな。多分自分は青だと思うから。え、電話？行ってくんねえかな。
分かった、もう左しか行かねえんだなお前。いいよそっちがその気なら。これどこで鳴ってんだろう。とりあえずこっち行くでしょ。さっきここで音立てちゃったから気づかれたんだよね。いやすぐいるじゃん。よし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 、こっち行こう。ここ、これかな。え、レコード、どこだ。調べる。これだ。手分けを取る。もしもし。誰かいませんか。誰かお願いします。おい、どうした。何いるか。どこにいるか。助けて。ここ船の2階の機械や火事とかがあって。何。やだ。わかんない。パニックってる。誰も出ない。え、誰か登ってきてない？これ誰だ？え、こっち来てるよね。からなんか狙撃手見てない？いや、ここちょっともうちょっと見ておくかな。レコードでしょ。あ、拾うってあった今。客室係の鍵。オッケーオッケー。今とこいい感じなんじゃない？あ、ここでもなんかある。シグナリングランプ。あ、何それ。あ、あんたはユリじゃん。ユリ倒す。これでユリだ。岸田ユリ。なんでこんなところに？じゃあ仲間だと思ってたのはこいつだな。さては。何してんだろう。あっち歩いてくる。とりあえずモールス信号を送る。これ SOS ね。え、何してんのこいつ。ユリだってことが分かるってだけ。とりあえずいいか。他はめぼしいものは、あ、こっちもある。くれ。あ、あそこに向かうんだな。さては、客室係。うん、客室係っていう部屋はないけど。
客室を開けられるようになったのかな。そうかもしれん。とりあえず行こう。ここが一番上だから、うわ近い。ビーチにいる。そうだ、ここにいるのか。ここビーチ1近いね。ここの角曲がったらこいつがいるんだ。どっか向かねえかな。うろうろしてるやつも嫌だな。客室にもいるね。あれ？いなくなった？開ける。ああ、ダメ。もうとりあえず行ってみよう。あ、いるか、やっぱり。あ、銃だ。そこは通れないってことだな。じゃあ戻ろう。から行こう。あ、ごめんごめん。基本しゃがんで歩く。うわ、ちょっとお前いいの言って、なんだ船酔い。そらそうだな。お、行けた。お、客室係の鍵使った。開けよう。閉めろ閉めろ。え、いる。やべ、こっち。ダメだって、そこいるんだよ。あれ、歩いてる人か。じゃない、ね、あれ、いないね。あ、これわかった。扉の外か。え、うわ、いるわ。こいつか。違う、こいつ遠いな。こいつだな。あ、ここ1階だもん。もうちょっとこっち近いね。俺の方向いてくんねえか。うわ、いった。危なあ。読まれた手紙がある。セーラー服型の手紙。うわ、落ちてるか。閉めれない。やべ、これやばいぞ。来る。あー、セーフ。巻いた。あと、この人は、他の人の終了行動はないね。コンセントか。お、針のついた糸。あ、ヤクライスコ。自分の必要行動だな。今、遠いよ。
っちかな。いいんじゃない、いいんじゃない。こういうとこ絶対なんか隠してあるだろう。忘れ物。うわ、全然逆じゃん。OK、そこ目指すんだな。ここ通れるか。通れる。いい。いいね。ここ、なん、救命ボートのとこかな。あ、調べる。ボートダビットがある。クランクがあれば使える。近い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 。いけいけいけ。いけ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 。ちょっとこのステージは調べがいがあるね。まだまだいろいろ調べられそう。誰？いちこです。生きてたの？まだ。知り合い？あなた何なの？何をしようとしてるの？わかんない、わかんないよ。でもいちこちゃん一番まともだね、登場する女性の中で。あ、繋がんないんだ。じゃあセーブします。はい、セーブ完了。あ、で終了条件にもうすでにあるね。で藤田茂のシナリオ、あれこれ見てないよ。あ、なるほど、終了条件2やると見れるようになるのかな。え、押してみる。あ、ダメだね。終了条件2が終わったら見れる。で、これブライトリンゴどこの話なの。こんなとこでしょ、もうサイレン鳴った後でしょ。ずっと岸田ゆりは五木守と一緒にいたはずなんだけど、こっちにもいるっていうね。しかもなんか知ってるっぽかったよね、いちこちゃんは。気になりますね。じゃあ新しいとこは何もないんで、次、まあこっちやろっか。はい、どっかの終了条件にやります、次。はい、ということで今日はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。いかがだったでしょうか。動画は毎日アップロードしています。チャンネル登録は左上のアイコン、または画面下のチャンネル登録ボタンからお願いします。このゲームの再生リストは右上のサムネイルから飛ぶことができます。チャンネルページでは他にやったゲームがまとめてありますので、よかったら見てください。ではまた明日。